プロキオンステークス参りたいと思います、うん、こちらです、はい、キーワードは、名称オルフェーブルサンク松山騎手です。これは詳しく聞かなければいけません。そうだね、はい、プロキオンステークスは通常ダート 1400m で行われる重賞で、うん、小倉ダート 1700m で行われるのは、去年と今年のみなので、うん、シンプルに過去5年のコースデータを調べて気になる1位を挙げました、うん、はい、まず名称なんですが、うん、名称の冠がつく馬といえば、松本さんの周囲馬ですが、このコースに強く、はい、馬主成績では15勝2着20回3着11回とダントツの成績でした。あ、小倉といえば名称だもんね。そうだね、はい、小倉は名称、うん、名称とあと浜中地とかね、その辺もありますが、はい、まあ、名称渦政はこれは怖いですよね。そうだね、逃げそうですしね、うん、はい、はい、そしてオルフェーブルサンクは3区成績の15勝で勝率が1位、うん、松山騎手は21勝で勝ち倉が1位です。なるほど、これオルフェーブルサンク、アルドーレとラーゴン、ラーゴン、まあ外行きましたけどね、はい、松山騎手が乗るのはエアアルバス、まあ怖いですね、はい、はいはい、細かいことは気にせず迷ったらこの4頭は面白いのではないでしょうか、はい、ということで信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第。こんな可愛く見たことない。せずに